三代目、小野小井三郎2月26日昭和49年12月30日は、歌舞伎役者。矢号は、南部屋。縄文は、軍配線、替え門は、抱氏は、拝名に先弱。二代目、中村岩助の子。大正二年七月に六代目、小野菊五郎の門に入り、歌舞伎座、座折期の人よの地道で、小野江こと三郎を名乗って、初舞台。 大正8年5月に長く途絶えていた、小野小井三郎の名跡を三代目として襲名し、名大昇進、囲碁菊五郎劇団に所属。脇役ながら、不け役、端的に優れた。当たり役に、新皿屋保活うがさの親、田兵、梶原平蔵誉れ石切りの六郎太夫、暗闇の牛松の雄二四千両小番埋め用の、幾馬の目八などがある。また、 奏本中心蔵、六段目の犯人玄六は、その苦みは知った要望と独特の愛京都が微妙に、相まった絶妙さで、随一と評された。小野菊十郎は、玄六のうまさについて、写実に徹していましたオカルの加護が行った後、おまだ乗せるものがあるんだよ。と、タバコ棒を目の前にかざして慌てて、それを返しに行ったりいろいろあって、合成急ぎやがんなと。 向こうに引っ込むんですが、これを合成、ポンと決めて、急ぎやがんな、で、受けを狙ったりとか、そんなことをなさんなかった自然な芝居をして、そのまますっと引っ込んでいってしまうと評している。日本俳優学校事務長や菊五郎劇団理事も務めている。ありがとうございます。